爆買いおじさんやってきた。爆買いおじさんがやってきた。爆買いおじさんがやってきた。はいはい、どうもご視聴ありがとうございます。グリーチャンネルのサブチャンネルへようこそ。ということで、今年初の、グリーへの爆買いやってきました。はい、マスクにメガネですね。はい、ちょっと花粉がね最近ひどくてね、ゆっくりちょっと待とうか。あ、もう開ける？開けていいよ、どうぞ。最近ちょっと花粉がめちゃめちゃひどくてね、だいたい最近コンタクトつけずメガネで生活してます。去年こんな花粉来たっけなってぐらいなんですけど、まあ気にせずやっていきましょうか。ということでグリさん、ちょっと待ってね。はいはい、グリはね商品紹介が得意なので、商品紹介してもらいました、グリさんにね。はい、じゃあ最初何が出てくるかな、グリ。なんだろうね。なんだ。で、こっちだよ、こっち。皆さんに商品紹介して。はいはい、これ商品紹介する。はい、ね、上手にできたね、グリ。商品紹介もできるんだね、グリ。じゃあ、はい、ということで、ちょっと紹介していきましょうか。ちょっとね、アマゾンとか、ペットショップとかでね、いろいろおやつとか買ってきました。ぐちゃぐちゃ。ひどい。ひどいわ、これ。おやつ？何から開けたいの？わかったよ。はい、じゃあ、まずはちょっと洋服からね。これアマゾンで買ったんですけど、500円ぐらいだったかな。なんかちょっとダサ可愛いやつをグリーンに着てもらいたいなと思ってね、最近ちょっと寒いんでこれ買ってみました。うわー、グリーお洋服だよ。うわ、可愛いじゃん、これ絶対可愛いじゃん。背中側から開くやつになってますね。じゃあグリー着てみよっかね。よし、いいよ。はい、ということでどうでしょうか。うん、可愛いじゃん。はい、こんな感じね。可愛い。このミツバチみたいなやつがね、めちゃめちゃ可愛いなと思って買ってみました。グリどう？うわ、可愛いね。めっちゃいい感じだよ、グリ。似合ってるよ。いいじゃん。はい、ほんなら次。次も洋服ですね。こんな感じのやつ。これもアマゾンで500円ぐらいで買いました。はい、こんな感じで。腹ペコアオムシみたいな、イモムシみたいな、よくわからないカラフルなイモムシが刺繍されているといった感じでしょうかね。はい、これはボタンなしのタイプになります。寝巻きですね。よし、じゃあグリこれも着てみよう。いくよ、よいしょ、いくよ。はい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 と、よいしょー。わ、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいよ。ほらグリ、グリーかわいいね。これも似合うね、なんかちょっとカラフルでトロピカルで。このね刺繍がかわいいんですよ。またこれグリー寝巻きにいいかもしれないね。ちょっと寒い日に着ようかね。まあワンちゃんに洋服はね着させなくてもいいとか、あんまり服着せてもあったかさ変わらないとか、いろんな説があるみたいなんですけれども、まあ紐を守る効果とかはあるみたいなので、まあ、お散歩の時とかね、特に寒い日でお腹が冷えちゃう日とかは、ごめんなさい、花粉がすごくて喉ガラガラだ。こんな感じでね、洋服着せようと思います。はい、ジジルシアンってとこで、なんかアマゾンのジジルシアンってとこで買いました。リンクつけてきますね。これ可愛いと思った方は買ってみてください。ちょっと個性あるけどね、だいぶぶっ飛んだ人みたいになってるけど、まあいいでしょう。はい、じゃあグリさん次はどれかな。ちょっとこれにしようよ。あなたおやつ食べたらさ、おやつばっかになっちゃうからね、その前にこれやろうよ。はい、じゃん、ちょっと面白いのが売ってたんでね、これちょっとやってみようと思います。ワンちゃん用のシャボン玉、割れにくいシャボン玉で楽しみが長続き、口に入っても安全、割れにくい、触れるシャボン玉ということで、ちょっとこれ面白そうだなと思ったんでやっていきたいと思います。グリ行くよ。何これ、グリできた。見て、ほらシャボン玉だよ、ほらシャボン玉。
なんだこれ。あ、本当だ、割れない、割れないやつだ。うん、なんかベタベタもしない、すごいねこれ。本当にワンちゃん用なんだね。いくよ、いきますよ。うえ、なんか汚いね、ちょっと。見えますでしょうか。こんな感じでした。はい、じゃあグリお待たせ、グリの一番大好きな商品紹介ね。これ一番上手だもんな。はい、おやつね、おやつもいろいろ買い足してきました。グリの大好きな牛レバーのおせんべいと、あとこれはカロリーカットチーズ、チーズですね。あとはささみで軟骨サンド、野菜入りということで、じゃあ最後おやつ食べて今日のサブちゃんはおしまいにしたいと思います。ゆりおやつだよ、かわいいねこれね、めちゃめちゃかわいいよ。うん、かわいいかわいい、かわいいかわいい、かわいい、あ、やだ。じゃあグリ商品紹介してみる？いいよこれ。はい、上手にできたね。じゃこれ食べようか。うん、じょん、うー、よかったね、おいしい。味のレビューお願いします。うん、よくできたね、おいしい、おいしいね。じゃあ次、カロリーカットチーズ、グリーね、チーズも大好きなんでね。じゃあグリこれも商品紹介できる？次はこちら、カロリーカットチーズ、たっぷりお得用、お得用缶のボケ。はい、上手にできたね。じゃあグリこれも食べてみようか。はい、中身こんな感じで結構いい感じですね。はい、どうぞ。じゃあグリこれ味のレビューお願いします。はい、よくできたね、グリー。で、これも紹介して。こちら、牛レバーせんべい。無添加無着色、じっくり旨味が。そう。はい、上手にできたね。じゃあこれも食べてみようか。はい、こんな感じね。じゃあどうぞ。じゃあレビューしてください。凝縮されていてとっても美味しいです。黙れ小僧。はい、ということで、本日購入した商品はこちらの3種類のおやつと、あとこの洋服とこちらの洋服ということでございました。はい、今年初のベランダ動画でしたかね。本日もご視聴ありがとうございました。また次回のサブチャンでお会いしましょう。バイバイ。